一般財団法人日本総合研究所会長、多摩大学学長の寺島実郎がお送りするこの番組、寺島実郎の世界を知る力。この番組はサンスターの提供でお送りします。こんにちは、寺島実郎です。今日もですね、2023年12月になりました。私の世界を知る力という番組をお送りしたいと思います。YouTube の見逃しの配信でですね、972万回の累積のアクセスを受けていると。で、地上波と合わせてですね、考えてみると2000万回に迫るですね、アクセスを受ける番組になってまいりました。で、この番組ですね、現象の解説よりも、世界で進行していることの構造を解明してみようと、で、あるべき進路を模索してみようという思いで番組続けてます。で、寺島文庫インテリジェンスユニットということで、この文庫にですね、集められた情報および文献をですね、利用しながら、今日は2024年への展望、新年展望ですね。しかもユーラシア大陸に2つの戦争を抱えた越年になろうとしてます。で、今日はですね、人はなぜ戦争をするのかっていう、まあ、ある意味重いテーマなんですけども、番組の中でじっくり戦争について考えていきたいと、こう思います。番組の前半では、今月の世界と日本と題し、刻々と変化する世界情勢から日本の今を考察します。番組の初めにですね、2024年の世界展望ということでですね、いくつかの話題を中心にお話ししてみたいと思います。で、まずですね、まあ、このシーズンになると、この番組毎年触れてきたんですけども、ロンドンエコノミストのですね、新年展望、The World Ahead 2024 がですね、まだ日本には届いてないんです。ところがですね、このエコノミスト誌で速報版っていう形で、こういう形のですね、雑誌ができてますので、この速報版を見ながら、このロンドンエコノミストのインテリジェンスユニットですね、まあ、要するに世界を凝縮してですね、キーワードを出してくるんで、非常に注目してきてるわけですけども、今年ですね、38回目です。1985年からですね、新年展望を出してきてて、当時私ニューヨークにいましたけれども、間もなく冷戦は終わるんじゃないかっていう展望を出してきたことをよく思い出します。で、そこでですね、来年展望なんですけども、去年ですね、どういうキーワードだったかっていうのをちょっと思い出してみたいと思います。で、2023年はですね、焦点はウクライナって意味ですよね。それ、まあ、全てですね、ウクライナに目が向けられてるっていう状況での2023年の展望でしたと。で、ところがちょっと雰囲気変わってきましたよね。イスラエルが火を吹いたっていうことで、で、今年はですね、2024年展望、面白い言葉を出してきてます。ボートアラマっていうのはですね、まあ、あえて言うならば選挙だらけの1年になるだろうっていう、まあ、キーワードなんですけども、70カ国を超す国で選挙が行われると。地球人口80億人と言われるうちのですね、42億人が選挙に一票を投じる年になるだろうということですね。なるほど、そういう年だなというふうに来年について思います。まず1月台湾の総統選挙と、これですね、今後の米中関係とか世界の秩序にとっても、台湾の総統選挙で今の状況では野党の統一候補がどうもできないということなんで、民進党の政権が続くっていう展望がもっぱらのようですけどもですね、なかなかですね、注目される新年のスタートになると思います。で、面白いことがですね、このロンドンエコノミストの表現の中にありまして、プーチンの大統領選挙っていうのがロシアにおいて行われる年でもあるんですけども、プーチンの運命を決するのはアメリカの大統領選挙だっていう、まあ、そのいわゆるキーワードを語ってます。これ表紙をもう一回よく見てもらいたいんですけども、これ地球にですね、横顔ですよね。トランプの影がですね、地球を覆ってるっていうことで、まあ、このまま行くとですよ、バイデン対トランプっていう構図になるのかなっていうふうに、トランプ当選の可能性を3分の1はあるっていう見方をどうもしてるようですけども、共和党トランプの方もですね、必ずしもスムースにいくかどうかわからない状況が急に生まれてきてます。これ最近報道でもあるようにですね、
フロリダ州の州知事のデサンテスがトランプに次いで第2位というところにつけてたんですけど、いきなりですね、元の国連大使だった女性のヘイリーっていうのにですね、注目が集まり始めてます。ですから両党ともにどうなるかわからないっていう部分がまだあると思いますけども、いずれにしてもですね、来年という年は地球全体が総選挙っていうか、もちろんですね、日本も間違いなく選挙があるだろうなと思う年に入っていきます。から2つ目のキーワードなんですね、これがつまり来年のですね、地球を覆う空気なんだろうと言ってもいいと思いますけども、これマルティポーラーディスオーダーっていうのですね、まあ複合的な無秩序って言いますか、これまでの固定観念では決めつけられないような不透明で不安定で流動的な、どうも年になるんじゃないかと。特にですよ、今多くのメディアがですね、世界を米中対立の時代とか、あるいはですね、権威主義陣営、中国ロシア対 G7 の、まあ、自由主義民主主義陣営の戦いみたいな形で、描きがちですけれども、どうも違うと、極っていう構造で世界は捉えられないと、この番組で私くどいほど言い続けてますけども、ここでは無秩序という表現をとってますけども、G0 という表現もあります。つまり極という構造で世界を認識するんじゃなくてですね、全員参加型秩序って言いますか、全員がですね、国の大中小関係なく、あるいは国だけじゃないですね、さまざまな立場の人間がですね、それぞれの自己主張をしながら世界が新しいですね、秩序を模索する時代っていうのかな、そういう意味でのある面での不透明感漂う年になるっていう見方がですね、あるっていうのも、まあ、一つの見方だと言っていいだろうと思います。で、実はもう一点、ちょっと全くですね、ロンドンエコノミストの展望に触れられてないのが驚く話ですけど、日本なんです。これまではですね、日本についての一定のページを割いた部分があったんです。ところがですね、これ不思議な気持ちになります。日本の埋没っていうことをいろいろ語ってきてますけども、世界の関心から日本が消えたって言いますか、2023年、今年日本の GDP はドイツに抜かれるっていうのが IMF が発表してきてる予測です。2026年にはインドに抜かれると。で、2010年に中国に抜かれたあたりからですね、日本のダッチロールって言いますか、ある種のメンタルのですね、不安定な行動っていうのが、こう日本のスタンスがこう目立ち始めたっていうか、これ経済の埋没はですね、政治の埋没とリンクしてるんだなっていうことを、多分皆さんもですね、今日本で進行している政治状況ですね、まあ、旧統一教会の問題で、さらにはですね、政治資金をめぐる最近の動き見てるとですね、日本の政治、特にですね、我々が安倍政治といって一定の安定感を持っていると思われたですね、戦後日本の保守政治の極めつきの状況ともいえた安倍政治がですね、抱え込んでた構造みたいなものにちょっとため息つきながら年を越そうとしています。で、日本がですね、世界の関心事項から消えつつあるっていうのが、変な言い方ですけども、このロンドンエコノミストの日本人の立場から見たもう一つのポイントだと言っていいだろうと思います。で、次にですね、経済のことについてちょっとお話ししとくとですね、先月のこの番組で IMF の2023年10月の、まあ、展望っていうですね、世界経済展望の話をしましたと。で、11月に今度は OECD、 パリに本部のある OECD が発表してきて、世界経済見通し、ここに見ていただいても分かるようにですね、これ世界全体の GDP に対する数字だけをここではちょっと紹介してますけども、IMF の見通しよりもですよ、1ヶ月後の OECD の見通しの方が2023年、そして24年についてですね、減速気味の世界経済っていう、まあ、見方を出してきてるっていうのをお気づきになると思いますけども、あえて言うならばですね、その減速基調の中でも、ある意味ではソフトランディングって言いますか、まあ、要するにですね、今年ですね、2023年の春、アメリカの金融機関がガタガタっと来てですね、金融不安が襲うんではないかという認識さえこう芽生えたんですけども、なんとかですね、 3% 前後の成長軌道で今年、そして来年ですね、実質 GDP が動くっていう形の予測をしてきてると言っていいだろうと思います。ただ
ソフトランディングしそうだっていう安堵感とともにですね、潜在しているリスクを注目する必要があると思います。でこの数字がさらにですね、下方修正されていく可能性があるとすれば、まず中国リスクですね。中国のですね、経済が明らかにですね、不動産不況、さらにですね、ここのとこ数ヶ月発表になってきている物価動向を見ても明らかにデフレに入っていってます。で中国リスクっていうのがどうなるのかがまず1点目です。2点目、やはりですね、アメリカが、かなり減速基調に入ってきてるわけですけども、これがですね、やっぱり潜在的に抱え込んでるあまりにも膨れ上がった金融経済ってやつですね、金融不安の内在っていうのがですね、アメリカ経済を見るときに果たしてどうなるのかを私なんかはまあ注目してます。それからですね、言うまでもなく、まあ、今日これからお話ししていくことになるユーラシア地政学、まあ、2つの戦争っていうやつなんですけども、この戦争がですね、長期化してきてます。でこのことがですね、世界経済にもある種の影を投げかけ始めてるっていうか、でこれがですね、まあ、ざっくり言って来年のですね、世界経済に対する比較的楽観的な見通しが出てる中でのリスクの潜在っていうことについて語っておきたいと思います。で来年展望の中で実は皆さんに今日一番ですね、語りたいのが実はこの3番目なんです。そのヘンリー・キッシンジャーですね、この間100歳で亡くなりましたと。このヘンリー・キッシンジャーが最後に言い残してったことっていうのは何なんだろうっていうのをですね、皆さんにちょっとお話しておきたいと思います。でここにですね、日本版のフォリン・アフェアーズ・レポートってやつが出てるんですよ、直近のバージョンです。で12月号ってやつなんですけども、これ見ていただいたら AI 統治と軍備管理の教訓っていうタイトルで、ヘンリー・キッシンジャーがですね、これ最後の論考と言っていいだろうと思います。言い残していってること、要するにですね、何が一番僕はドキッとしたかっていうとですね、 AI と核兵器のですね、関連性なんですね。それがもたらすリスクについて彼が言い残していることにちょっと耳を傾けてみたいと思います。でご存知のようにですね、12月8日ついこの間です、 EU は AI 規制法っていう流れを EU 委員会が決めたということの報道がなされてました。でこれはですね、いわゆる人工知能が社会にもたらすこのネガティブなインパクトを制御するためにですね、例えばその AI の開発とかそれをビジネスにしている事業者に対して情報公開を求めるとかですね、あるいは個人情報保護みたいな形で規制を加えるっていう、そういう視点での AI 規制法なんですね。だけどキッシンジャーが言おうとしている AI のですね、問題点っていうのは何だっていうと、核兵器との関連性なんです。でなるほどなと思うのはですね、このキッシンジャーって人は、まあ、超現実主義者みたいな方で、思い出す方もいると思いますが、1970年代に米中国交回復だとかベトナム戦争の終結っていうことで、そのイデオロギーを超えてですね、現実主義的に問題を解決していく方向に大きくアメリカが舵を切る役割を果たしたキーパーソンだったと言っていいと思います。でその彼がですね、これキッシンジャーもユダヤ人ですよね、国際政治学の、核兵器をですね持ってる国っていうのは当然のことながら次のステップでですよ、 AI を使って例えば、相手が核攻撃してくるのをどう迎え撃つかとかですね、でそれに対していわゆる迎撃したりですね、こっちサイドから攻撃を仕掛ける自動制御のシステムっていうものを AI によって管理しておかなかったらですね、立ち遅れるっていうかですね、どんどんコンピューターを高度化させてシステムを高度化させてですね、AI で核管理を制御していこうという方向に向かっていると言っていいだろうと思います。だけどそのことが抱え込んでいる危うさを彼は指摘しているんですね。例えば誤作動を起こしたりですね、あるいはフェイクニュースが、要するにですね、ある国とある国を戦わせるためにですね、偽のニュースが流されてですね、攻撃を仕掛けているかのようなニュースが流されて、それに核のボタンが動いちゃったらですね、取り返しのつかないことになるよと。これ考えてみると、広島長崎からもう間もなく80年になろうとしてるんですけども、幸いにして広島長崎以降に原爆が投下されたところっていうのはないわけですね。でそれはですね、冷戦期の核管理の仕方、
で当時はですねソ連とアメリカが中心なんですけども、そのことを一つの教訓としてアメリカと中国との間にまずですねいわゆる AI と核によるリスクをですね避けるための新しいルールを作るステップを実現すべきだと。で考えてみると彼7月に中国に行って習近平に会ってたんですけれども、亡くなるギリギリまで彼はですね核抑止を崩すようなですね AI の情報管理の危険性っていうものについて問題意識持ってたんだなってことに僕は本当に驚きます。で私はですねそういう中でこの話すでにある意味で現実に迫ってきてるよなと思うのがですね、これニューズウィークの12月12日版なんですけど、イスラエルの過信っていうですね大変重要なレポートをしてます。っていうのはですねハイテク兵器がローテクのハマスに敗北したっていうことなんですけど、どういうことっていうとですね10月7日にいきなりハマスに襲いかかられてですねイスラエル1200人の人が亡くなったわけですね。でそのことに逆上して報復戦争に今出てるようなもんなんです。でなぜですね6メートルの塀を全部巡らしてもうドローンで固めですね情報システムでもって監視しですねハイテクでしっかり抑え込んでたはずのイスラエルがどうしてハマスにああいう形で攻撃されてしまったのか、そのイスラエルの過信っていうことについてこのレポートが出てるんですけど考えさせられます。でイスラエルはですねこのいわゆるこのハマスとの戦争で核を使うことさえ厭わないというような発言をしている閣僚までがですねイスラエルの中から出てきてます。要するにキッシンジャーが言い残したデスクですね。これは我々がですよ本気で要するに記憶しておかなきゃいけないしルール形成に関して強い問題意識を持たなきゃいけない大切なテーマだというふうに思います。この後長期化するウクライナ戦争とガザ戦争がもたらしたものを寺島が考察。世界はですね2つの戦争を抱え込んで年を越そうとしてます。ウクライナ戦争も670日が過ぎましたと、ガザの戦争も70日が過ぎましたと。でこれがもたらしたものをですねもう一回ちょっと整理して考え直してですね、見たいと思います。でまずですねこの戦争が2つの戦争を睨みながらですね世界の地政学に与えたインパクトを考えてみたいんですけど、まずアメリカのバイデン政権はですねこれバイデン再選のシナリオが狂ったというふうに書いてありますけれども、確かにですねイスラエル支持っていうものにものすごくこだわってるわけです。でバイデン自身がですね自分自身もシオニストだなんていうようなことを明言してはばからないぐらいですねイスラエル支持を続けてるわけですけども、実はそのこと自体がですねバイデンの支持基盤だったですね民主党を支持してくれてる若者とかですねマイノリティの人たちがある種の幻滅を感じてですねこのバイデンが危うくなってきてる大きなですねきっかけを今度のガザ戦争っていうものは作ってしまったと言いますか。でそのガザ戦争によってですね微笑むプーチンみたいなことをこうメモで書いてありますけども、プーチンにしてみればですねウクライナに対する関心がですねすっかり分散してしまったって言いますか、特にヨーロッパなんかはですねそのウクライナ支援疲れみたいな状況の中に入ってきてると言ってもいいと思います。ですから反転攻勢と言ってたやつが思いもかけないほどですねうまくいってないって言いますか、ますます泥沼に入るですねウクライナ戦争っていう状況を作ってると。一方その中で沈黙する中国ってやつなんですけども、中国ですね先ほど申し上げたように経済が失速気味であるっていうこと、それからですね、戦狼外交っていうことで一帯一路だっていうことで、盛んにですね攻勢をかけてたわけですけども、ここへ来てですねやっぱり香港をですね、抑え込んで台湾を恫喝する姿とかですね、フィリピンともこの間ですねぶつかってたようですけれども、その種の戦狼外交に対する幻滅感、中国も世界の中でですねある種の孤立感を深めていると言っていいと思います。で中国とイスラエルの関係っていうのは実はですね結構深い関係がありまして、ここのとこイスラエルと中国の技術交流っていうのがかなり深まってるっていう状況で、結構イスラエルに対して期待し依存してた部分もあるんですね。でさらに中東産油国、サウジアラビア、そしてですね UAE なんかとの関係を中国はものすごく今重視してですね、習近平踏み込んでますから、そういう意味でですね中国沈黙しながらもこの問題に対して微妙な役割を果たしてるっていうところをですね見抜く必要があるだろうと思います。でそういう中でですね
ここのところへ来てですね、一段と世界の世論から孤立するイスラエルって言いますか、実はイスラエルですね、僕のこのダビデの星を見つめてっていう、まあこのちょうど1年前に出した本の中で、21世紀に入ってイスラエルの独り勝ちみたいな状況が中東で繰り広げられてますっていうことについてこう解析している部分があります。で、確かにですね、まあ 9.11 以降の20年間にイスラエルは目の上のたんこぶだったサダム・フセインをですね、アメリカの手によって葬りで、要するにですね、サウジアラビアを含む中東産油国との関係なんかを改善させる気配をですね、特にアメリカを仲立ちにして進めるとかですね、イスラエルにとって状況として非常にいい状態だったんですね。で、それが逆にですね、さっきのですね、過信を生んだと言ってもいいと思います。で、ガザでのですね、死者、ちょうど昨日の発表されてきた数字を見ると17,700人を超したってんです。10月7日にイスラエルがハマスによって攻撃されて亡くなった人1200人なんですけども、10倍返しどころじゃない報復戦争に出てると言っていいだろうと思います。で、そこでですね、ちょっと皆さんとですね、この情報を共有しておきたいのは、意外に、まあ、知られてないことが多いからなんですけども、ハマスってなんだっていうことをもう一回ちょっと確認しておきたいと思います。実はですね、このハマスに対するイスラエルのスタンスってのは微妙だったんです。1987年に設立されですね、母体はエジプトのムスリム同胞団なんですね。で、今ハマスはですね、これ地図を見ながら考えていただきたいんですけども、ガザっていう地域を支配してるわけですけども、このエジプトのムスリム同胞団っていうのは2011年にアラブの春っていうことでムバラク政権がエジプトで倒れた後ですね、2012年から1年間ぐらいムスリム同胞団が政権を握ってた時あります。その後軍のクーデターが起こってですね、エジプトはこのムスリム同胞団をむしろ弾圧する側になってるんですが、エジプトとイスラエル、特にガザ地域はつながってるわけですから微妙なんですね。つまりですね、ムスリム同胞団が2006年の選挙でガザを支配することになったんですけども、実はイスラエルはですね、ここでファタハと書いてるですね、つまり PLO パレスチナ解放機構とつながってる西岸地域って言い方よくありますよね。ヨルダン川の西側のですね、パレスチナの地域を支配しているのが今ファタハなんですけども、もともとガザもファタハが支配してたんです。そのファタハをですね、まあ、分断するためにですね、イスラエルはあえてですね、このハマスがガザを支配することに関して要するに黙認したっていう空気があります、ある時までは。で、それがですね、このイスラエルに襲いかかってくるようなことになってしまったっていう、まあ、そういうことなんですね。ガザはハマスが支配してるって形になってるわけですけども、それに加えてガザで2番目に大きなイスラム系の武装組織がイスラム聖戦ジハードってやつですね。で、これは後ろにイランとシリアが要するにバックアップしてます。で、さらに先月僕はシリアっていう国が不気味ですよっていうことを盛んに言ったんですけども、そこにですね、レバノンのヒズボラというシーハ系の武装組織、そのイランがバックアップしてる組織ですけども、要するにシリアに展開してると。で、さらにシリアにはですね、ロシアが2つも軍事基地を持ってると。で、アサド政権っていうのを支援してるのは実はロシアなんですよと。この存在が不気味なんですよっていうこと、まあこのパネルのですね、この下の段に書いてありますけども、今ですよ、世界の流れはいつの間にかですね、反イスラエル反米 に向けてイスラム勢力が結束しつつあるといいますか、それを分断してたのがイスラエルの21世紀に入っての独り勝ち状況だったんですけども、分断されてたイスラムがですね、ここへ来てですね、反イスラエルと、でさらにはその後ろ盾になっているアメリカっていうものに対する反発を高めてるっていうか、例えば中東の地域パワーとしてのイランとトルコがですね、確実にですね、反イスラエルでもって睨みつけ始めてると。特にですよ、国際論壇で、フォリンアフェアーズなんかも注目してますけど、そこにイランイスラエルの直接戦争が大きなリスクになるんじゃないかっていうことをこう指摘してますけども、これ実は今の段階では2つの国ともに実は制御してます。なぜならばですね、そうなっちゃったらそれぞれ大変だっていうことを自覚してるからですね。本当はあのハマスの攻撃に対してもイランが後ろ盾でバックアップしてるんだっていう形でもって、もっとイスラエルが抗議するかと思ったらですね、イランが必ずしも直接関与してるとは限らないっていうことを
イスラエルが言ってるあたりがですね、いかにも、まあ、その逆にイランをいかに気にしてるかということがですね、感じられます。いずれにしてもその不気味なシリア、さらにですよ、僕は申し上げておきますけども、いつの間にか難民が集積している欧州に6000万人を超すイスラム人口っていうんですね、アメリカにも300万人を超すイスラム人口がいるっていうわけです。でそれをですね、グローバルサウスが見つめてます。で私はですね、この2つの戦争の進捗がいく中で、イスラエルとアメリカに対するある種の拒否反応がですね、世界の潮流になっていくんじゃないかと。ちょうど先週の国連でのですね、まあ要するに、常任理事会でのアメリカが拒否権を発動して即時停戦決議をですね、否決したと。でこのことがですね、またアメリカに対する嫌悪感を世界が高めてるっていう流れにあるんだっていうことを指摘しておきたいと思います。この後、戦争と人種差別意識の関係性を寺島が読み解く。戦争って一体何だっていうことをですね、深く考えさせながらですね、年を越そうとしている方も多いと思います。で私この局面でですね、これ戦争にはレーシズムの匂いがするってですね、人種差別意識っていうものがプンプンと匂うっていうことをですね、ちょっと確認しておきたいと思います。戦争に至る心理っていうんですか、自分が敵対している人間をですね、人間とは見ないっていうかですね、殺しちゃったって構わないぜと、叩く殺せっていうですね、心理に至る理由っていうのは、心の中でよっぽどですね、要するにある種の差別意識っていうか、見下してる意識でもなかったらですね、とてもじゃないけど人を殺すことに平然としていられるとは思えないっていうか。でそこでなんです。例えばウクライナ戦争ですね、この戦争をずっと注目してきてますけども、プーチンやたらにですね、ロシア愛国主義を鼓舞します。正教大国ロシアを目指すって言ってですね、社会主義を金繰り捨ててですね、ロシア正教という宗教でロシアを束ねていくっていう方向感を語るっていうか、キリルっていう総主教が必ず彼のメンターとして登場してくるっていうパターンを我々は見つめてるわけです。で実はですね、プーチンは決してそれを言葉には出さないけども、反ユダヤ主義的な意識っていうものがこの人の心には潜在してるんだなっていうことを私は感じます。プーチンはやたらに自分は今ナチと戦ってるんだみたいな類のことを言います。反ナチと盛んに言うわけですけども、反ナチという名前での潜在意識におけるユダヤをものすごく意識してるっていうかですね、ソ連が崩壊した後のロシアっていう国の経済をですね、番組でも何回か指摘してきました。オルガルヒっていうですね、新興財閥軍っていうのがあっという間に支配したと。その大部分がユダヤ資本だったんですね。国際ユダヤ資本がバックアップする形で、そのユダヤ系のオルガルヒを叩き出したっていうのがですね、プーチンが登場してきてからの彼のですね、ロシア人が功績だと思ってるような部分があります。でよく考えていただきたいんです。シオニズムっていうのはロシア生まれでしたっていうことをですね、番組でも語りましたと。1881年、まあ考えてみたらですね、ドイツのホロコーストよりもはるか先にですね、ソ連になる前のですね、ロシアにおいて、要するにユダヤ人の大虐殺という事件が3回にわたって起こるんですね。でそこでユダヤ人たちはですね、まあ、自分たちのふるさとカナンの地に戻りたいっていう考え方がシオニズムとなって展開したっていうことで、生まれは要するにロシアだったって言っていいだろうと思います。でそういう意味でですね、つまりプーチンの目線の中にですね、要するにウクライナの大統領ゼレンスキーをも含めてですね、自分が戦ってる敵に対して要するに心の中にある種の敵外心が生まれるとすれば、そういったですね、我々からすると反ユダヤ主義的な空気を感じなくもないっていうかですね。で一方ここはロシアの悲しみだということでもあるんですけども、欧州のですね、ロシアに対する目線、なんでロシアってあんなに野蛮なんだろうねと、民主主義も育たないよねと。で結局ですね、このタタールの首輝きって言ってですね、ロシアって昔ですね、タタール、つまりモンゴルが支配してた時代があると。つまりアジア的大英という言い方ありますけども、ロシア人の血は違うんだよねと。でそういう意味合いにおいてですね、どうしても欧州になりたくてもなれないロシアのもがきみたいなものがですね、欧州の側からするとですね、欧州の田舎者としてアジア的大英を引きずってるロシアっていう軽蔑の目線がですね、ロシアに向けられる、その悲しみがですね、バックファイアしてる部分も感じなくもないということなんです。で一つそこに驚くべき数字って書いてあることがあるんですけども、2022年の2月からですね、つまりウクライナ侵攻っていうのが起こってから
ロシアとウクライナからですよ、2つの国からって意味なんですけども、7万人のユダヤ人がイスラエルに移住してきたっていう統計がイスラエル側から出てます。でそういう意味でですね、ユダヤ人まだですね、要するにイスラエルに戻る人たちがそういう動きを示してるんだなっていうふうに僕は感じます。次にイスラエルガザ戦争の背後にある構図ですね。これイスラエルユダヤ人の持つ先民意識ですね。これ今ロシア帰りのユダヤ人がイスラエルの主流派にいるんですよねっていう話を先月もしましたけども、マサダコンプレックスってですね、マサダの砦に追い詰められて集団自決したっていう出来事を語り続けてます。我々は油断してたらいつマサダになっちゃうか分かんないって言いますね。でその問題意識がですね、敵に対して異常なまでの、要するに敵外心を燃やすっていう空気につながってると。から一方ですね、欧州におけるひたひたと静かにやっぱりユダヤ人って嫌だよねと思うようなですね、反ユダヤ主義的な空気の再燃っていうものを感じます。ここのとこ欧州から報道が出てくる中ですね、例えばドイツにおける反ユダヤ主義事件が2023年の10月だけでですよ、994件も起こったっていうかですね、イスラエルに対する反発ですね、今のイスラエルがやってることに対する。で静かにですね、やはりこのレイシズムっていう中をですね、戦争がですねやっぱりその繰り広げられる中で、それが高揚していく空気っていうものを感じなくもないって言いますか、考えてみるとですね、一言じゃないよねっていうのは、日本もですね、80年前、日本は神の国だと、で発行一憂を掲げてですね、新国日本ということでアジアを席巻しですよ、でアメリカやイギリスに対して鬼畜米と、鬼だ畜生だって言ってですね、アメリカや英国を見下してた空気の中でやっぱり戦争っていうのは繰り広げられちゃうんだなと。で一方ですね、今度は欧米から日本人を見てた方、何て言いますか、資料っていうものをじっと僕は見つめてて、いつも言いますけど、驚くべき人種差別意識です。日本人は人間じゃねえと、猿に近いんだっていうような類のですね、要するにレポートっていうのがいっぱい出てます。で加えてマッカーサーがですね進駐してきて、で帰った後ですね、アメリカの議会で日本人の先進年齢は12歳だと発言してですね、日本人のマッカーサーに対する敬愛の気持ちがバーッと萎えたっていう、まあ、出来事があったんですけども、まあ、こういったですね、他者を見下す空気っていうのが、自分が優越してるんだっていう空気がやっぱり戦争をもたらしちゃうんだよなっていうふうに思います。でそこでなんですけども、次の話とのつながりでちょっと、まあこれ半分ジョークだと思って聞いていただきたいんですけど、私まあ世界のユダヤ人と向き合いながら、まあこういった本をまとめたのがですね、ダビデの星を見つめてなんですけど、この本の中に紹介しているユダヤジョークについて皆さんにちょっと語っておきたいと思います。でこれですね、アメリカ東海岸なんかで動いてる頃ですね、優秀なユダヤ人っていうイメージで、ユダヤ人の人がですねさりげなく話題にするジョークに、このニュアンスのジョークがすごく多いんですね。例えばですよ、人類史に決定的な影響を与えた5人の偉人ですね、偉大な存在が天国でですね熱いディスカッションをしたと。でテーマは何だっていうとですね、人間の行動を本質的に規定するものは何だろうかって、なんか高尚なテーマなんです。でまずですね、モーゼが登場してきてですね、理性こそが人間が人間である理由なんだって言ってこうぶち上げましたと。キリストが出てきてですね、いや違いますよと、人間の行動の本質はですね愛ですと。そうしたらですね、マルクスが出てきて、いや違いますよと胃袋を刺してですね、全ては経済なんだと言ったっていうんですね、苦笑いのような話なんです。でそこからですね、心理学者のフロイトが登場してきて、人間の行動の本質は性なんだと、セックスなんだと、性が全ての行動を規定してるんだとフロイトは言いましたと。そうしたらですね、そのアインシュタインが登場してきて、ペロッと舌を出してる顔でですね、いや全ては相対的なんですって言ってですね、相対性原理をですね、語ったということで、このジョークが成り立ちます。でこの空気感がですね、ユダヤジョークといって、ユダヤ人がいかに人類史に貢献したかっていうことをさりげなく語りかけてるというふうに思います。この後、人はなぜ戦争をするのか、20世紀の2人の知性の考えを深掘り。今日はですね、戦争について考えてみようということで語ってるわけですけども、最後にですね、ちょっとドキッとするようなテーマをこう提起したいと思います。人はなぜ戦争をするのか。びっくりするかもしれませんけれども、実は私ですね、この岩波から人はなぜ戦争をするのかっていうタイトルをつけた本を出してるんですけれども、
これはですね、理由があるんです。実は1932年っていうのはですね、翌年ドイツにヒトラーの政権が上するに登場する前の年なんですけれども、第一次世界大戦と第二次世界大戦の谷間ですね、戦間期っていう時期の1932年に、先ほど僕が話題にしたですね、アインシュタインとですよ、フロイトとの間でのですね、往復書簡、タイトルは人はなぜ戦争をするのかっていうタイトルの往復書簡が交わされましたと。でそのタイトルの本がですね、講談社の学術文庫でお読みになりたい方は、その往復書簡がそのまま乗っかってる本が出てます。でそこでなんですけども、20世紀の知性ともいえるですよ、2人のユダヤ人ですね、アインシュタインもフロイトも、このアインシュタインとフロイトの間での往復書簡、人はなぜ戦争をするのかっていう、その往復書簡のことを入り口にしてちょっと考えてみたいと思います。実はですね、なんでそんな往復書簡が交わされたのかっていう背後に事情があるんですね。国際連盟、1920年に設立されたジュネーブに、今ニューヨークにある国際連合とは違います。国際連合の前身機関といっていい国際連盟っていうのがですね、第一次世界大戦の後アメリカの大統領だったウッドロー・ウィルソンによって提案されてですね、実現したっていうことを知ってる方多いと思います。提案したアメリカ自身は国際連盟に入らなかったと、皮肉な話なんですね。議会が否定しちゃったっていうかですね、だけど国際連盟はジュネーブにできたんです。日本も入ったんです。で新渡戸稲造がですね、国際連盟事務局次長なんていう形でジュネーブで活躍してたなんていうことを知ってる人も多いと思います。その国際連盟ができて12年経ったところですね、1932年っていうのは。で1932年にですね、国際連盟がアインシュタインに依頼したんですね。今あなたが一番心の中にある問題意識をですね、あなたが一番議論したいと思う人と議論してくださいと。でそれが往復書簡のきっかけだったんです。でアインシュタインはですね、誰を選んだかっていうと、なんとフロイトなんですね。でフロイトはですね、有名な心理学者です。夢の精神分析なんていう本が出てますよね。先ほどフロイトはですね、性っていうものについてこだわったっていう話をしましたけれども、フロイトの心理学っていうのは今日まで大変大きな影響を与えてます。でちなみにちょっと余談ですが、ここに不思議な写真があります。その往復書簡を書いた頃のまさにフロイトなんですけども、フロイトはウィーンにいたんですね、オーストリアのウィーンに。でこれオーストリアのウィーンにですね、フロイト記念館ってなんですけど、そこで私が手に入れてきた、まあ、絵はがきになってる写真なんですけども、フロイトの書斎ですね、フロイトが書斎に座ってますと。でフロイトもワンちゃんが好きだったんだなとかですね、でよく見るとですね、面白いですね、そのまあガラクタとお宝が寺島文庫を埋め尽くしてるわけですけども、フロイトという人もですね、いろんなお宝物をですね集めてたんだなっていうのがこの写真見てると感じます。多分フロイトはこの書斎で今僕が話題にしてる手紙を書いたんだろうと思います。でそこでですよ、アインシュタインはですね、なんで人間っていうのは、人類はですね、戦争を繰り返すんだろうかと、人はなぜ戦争をするんだろうかと、でその戦争をどうしたら制御できるんだろうかっていうことでですね、問題を提起してですよ、アインシュタイン自身はですね、国際連盟のような制度だけではどうも十分じゃないと、現実に強制力を持たないために国際連盟っていうのはある意味では自殺したわけですね。第二次世界大戦が起こってしまったわけですから。でその教訓を受けて出来上がった国際連合もですね、先ほど話題にしたように機能不全に陥っててですね、まあ、五大国主義で拒否権なんていうのを常任理事会で認めてることがですね、まあ、そういった事態をもたらしてるんだとも言えるわけですけども、まあ、いずれにしてもですね、アインシュタインは国際機関のような制度設計をですね、より高度なものにしてですね、戦争っていうものを抑えていくしかないんじゃないかっていう類のことを彼は自分の手紙の中で語ります。でそれを受けてですね、まあ、フロイトはもうすでに、まあ世界に冠たる心理学の大家だったんです。これ2人ともですよ、ヒトラーが登場してきて欧州情勢が変わってですね、亡命していくわけです。アメリカとかイギリスにですね、で亡命していくわけですけれども、フロイトがですね答えていることが実に考えさせられます。フロイトの手紙の中ですね、心理学者ですから彼はですね、人間には2つの本能があると。
で、一つは先ほどの性じゃないですけどエロスですね。これ愛ですね。つまり自分を犠牲にしてまで相手をですね、要するに対する思いを込めるエロス、愛、愛っていうものがですね、一つの柱になっていると、本能において。だけどもう一方で人間にはですね、攻撃本能っていうのがあると。それは自分を守るためでもあるけどですね、他者に対して容赦なく攻撃を仕掛けていく本能もあると。で、その攻撃本能をコントロールしないとですね、戦争なんてのは防げないと。で、そこでですね、フロイトが持ち出してきてるですね、攻撃本能を制御するものは文化力だって言ってるんですね。文化力を高めることがですね、攻撃本能を制御することだっていうことをフロイトは語ってるんです。考えさせられます。まずですね、本能的に、まあ、この反発って言いますか、文化力なんかで戦争が制御できるかよと、抑えれるかよというふうに思う方も多いだろうと思います。考えてみるとですね、21世紀に入って例えば生命科学が進歩してですね、人間とですねチンパンジーの DNA の差なんていうのことが検証され始めて、本質的には人間とチンパンジーの DNA の差はわずか 1.数%しかない、 1% 前後しかないっていうようなことが検証されてきてますと。で、さらに動物行動学なんていうのが出てきてですね、人間だけが必ずしも動物の中で優れてるわけではない。で、動物のいわゆる個別の能力ってことで言ったら、人間よりもはるかに高い能力を持った動物なんてのはいくらでもいるなんてなことまでがこう検証されてきてますと。例えば京都大学の山際先生なんかがですね、盛んに言ってることなんですけども、人間と動物の決定的な差は去りながら、人間が人間である理由って何なんだっていうとですね、ここに書いてある共感力なんですね。つまり他者に対する思いとかですね、まあ、こうリター愛だとかですね、で相互に理解を深めようとする基盤ですよね。相手に対して心を動かしてみるっていうことで、共感する力って言いますか、共感を生む素地としてですね、文化力っていうことを改めて考えてみるべきなのかなっていうことにですね、このフロイトとですね、その共感力っていうものをこう結びつけて考えた時にこうふと思います。文化力っていうのは何を意味してるかってことなんですけれども、まあ例えばですね、それが芸術、音楽、美術、文学ですね、あらゆるもの、まあ文化の象徴でもあり、宗教も文化の象徴でもあるわけですけども、それらってですね、イマジネーションって言いますか、つまりその音楽を聴いたり文化に触れたりですね、宗教に触れたりする瞬間に人間っていうのは何かを考えます。考える力って言いますか、その考える力の中からですね、イマジネーションが生まれて、他者に対する心の動きって言いますか、自分だけでですね、世の中が動いてるわけではないなっていうことにこう気がつき始めます。で、このことがですね、多分重要なことなのかなっていうふうに思います。要するに考える力ですね、思考する力で、そのきっかけとしての文化力、文化に触れることで、それがですね、まあ全体値って僕はよく言いますけれども、そういう視界を広げることからですね、物事が相対的に見えるっていうのかな。要するに自分だけがですね、選ばれたもので、自分だけがですね、自分を実現していくことだけが自分にとっての価値なんだっていう考え方からですね、他者には他者の思いがあると、夢があると、希望があると。で、そういう中でやっぱり調整とか調和だとかですね、妥協だとか、さまざまなですね、思考回路を働かせる中でですね、争いっていうものをできるだけ抑えていかなきゃいけないなっていう考え方が生まれてくるんじゃないのかなっていうふうに思います。で、私ですね、今のイスラエル・ガザ戦争を見ててですよ、私大変に優れたユダヤ人って人たちと正面から向き合ってきました。で、それらの人たちの知見っていうのはですね、私に大変な大きな刺激も与えてくれたという記憶がたくさんあります。で、ユダヤ人って人たちはですよ、多分人類史の中で最も差別、そしてですね、抑圧に耐えてきた民族だと言っていいと思います。ところがですね、今のイスラエルにおけるユダヤ人の行動っていうのを見てるとですね、自分たちがパレスチナ地に戻って、今度はパレスチナ人とですね、協調共和して生きていくっていう姿勢じゃなくて、いつの間にか自分が優位に立つとですね、人間って
怖いですね。自分が優位に立つと相手に対するですね目線っていうのが変わってくる。大事なのはですね、自分が圧倒的な優位な状況でもですね、相手への思いだとかそういうものを保ち続けれるかっていうことだと思います。ですから人類に対する教訓だと言ってもいいと思います。自分が優位にある時の思いやりみたいなものをですね、僕は今イスラエルで繰り広げられていることに対して、ユダヤ人という人たちがですね、自分たちが背負ってきた運命をもう一回振り返ってですね考えてみたらですね、あの地に多くの民族や多くの宗教、多様な宗教を抱えた人たちが共存共和してた時代もあるんですね。でそういう意味合いにおいてですね、この問題について例えば日本人としてどうあるべきかを語る時の腹の中のポイントとしてですね、この人はなぜ戦争をするんだろうかっていうことを問い返す問題意識をですねベースに考えをですね巡らしてみたいなというふうに思います。サンスター寺島実郎に直撃。寺島実郎に直撃のコーナーです。寺島さん、今月もどうぞよろしくお願いします。はい、さて今回ご紹介するのは、野菜由来の成分だけでコレステロールを下げるサンスターの特定保健用食品緑でサラナです。こちらはコレステロールを下げる作用のあるブロッコリーやキャベツ由来の天然アミノ酸を1缶あたり 26mg 含んでいます。この天然アミノ酸にはコレステロールを胆汁酸に変える酵素を活性化することにより血中コレステロールを下げる働きがあります。1日2缶飲み続けることで3週間目以降から悪玉コレステロールを低下させる結果が試験で確認されました。また8種類の青野菜に2種類の果実をブレンドし優れた栄養バランスを実現しました。1缶におよそ 100g 相当の野菜が入っていますので、野菜不足が気になる方にもおすすめです。こちら私も飲んだんですけれども、結構とろっとしていて飲み応えがあったんですが、リンゴが入っているせいか結構後味はすっきりしていましたね。僕もね、この5階のね、はい、僕の物置き場の冷蔵庫にいつも入れてて、はい、気が向いておくとですね、です。これらの商品はサンスターオンラインショップにてお求めいただけます。それでは皆様からの質問に参りたいと思います。今回は55歳女性会社員の方からです。日本は超高齢化社会と言われるようになって、それが当たり前になってしまったように感じています。海外では日本と同様の国はあるのでしょうか。その事例を知ることができれば日本の行く末のヒントになると思いますと来ておりますが、これね、日本がね世界の先頭を走ってる超高齢化社会なんですよ。先頭、アメリカや欧州なんかよりもね、はい、ダントツの高齢化でね、あと、はい、中国だの韓国だの追いかけてくるからですね、はい、日本のですね挑戦っていうのが世界を動かすって言われてるんですよ。実は日本が高齢化社会にどう立ち向かうのかをね、本当に息を呑むように注目してるんだなっていう質問を僕は本当に受けます。で、欧州やアメリカ、日本に注目していることの最大のポイントがね、はい、日本は一体どうやってこの超高齢化社会をマネジメントしていくんだろうかってことなんですよね。で、考えてみると65歳以上の人の人口が4割に迫ってきたと、はい、で、これはですね、下手するとね、はい、有効投票っていう概念があるんですけども、うん、高齢者の人は投票に行くけども、はい、20歳代の人はその半分以下の投票率だって言われてるんですけども、これが続いちゃうとですね、日本の未来は老人の老人による老人のための政治になっちゃうっていう冗談とも思えないことになっちゃうんです。はい、であるがゆえにね、この超高齢化社会にどう立ち向かったらいいのかっていうことに関してね、世界がなぜ日本を注目してるのかよく考えてですね、で僕はこの番組でですね、はい、かなり気合い入れてですね、はい、来年、まあ、いいタイミングでですね、はい、超高齢化社会にどう立ち向かうのかっていうことをね、はい、深く掘り下げてですね、日本の進路を模索するそういう企画をやってみたいと思ってます。来年も楽しみにしております。今年もありがとうございました。番組では皆様からの質問をお待ちしております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。寺島文庫ではこの番組のサポーターを募集しています。詳しくは寺島文庫ホームページをご覧ください。
この番組はサンスターの提供でお送りしました。